はい、どうもこんにちは、リオンです。今日なんですけど、すぐの日シリーズの最新作が出たということで、まあ、ちょこちょこやらせていただいてるんですけど、 YouTube では初めてやるかなと思うんで、よかったら見ていってください。ささやくおもちゃの家ということでいきます。ではそれではどうぞ。おお。ご注意、とても怖いお話が始まるよ。苦手な子は大人と一緒に見ようね。だそうです。よかったらじゃあ皆さんは子供だと思うんで大人と見てください。よろしくお願いします。それでは行きましょう、どうぞ。まあ僕はね、基本ホラー耐性は結構高めでして、あんまりびっくりとかしないんで、まあ多分普通に見てられるかなと思うんですけど、めっちゃいい家だな。トイハウスオープン、オープンな生産、めっちゃいい家ですね。こういう家好きなんですね、もう結構。なんか分かる人、おい待って、よく見たら顔がいっぱいある。待って、結構いろんなとこに顔あるんだけど、顔だらけなんだけど。あ、始まった。Welcome to the fun toy house. Go inside the house I'm waiting bell. A lot of toys are waiting for you. 楽しい楽しいおもちゃの家へようこそ。家の中に入ったら奥に進む、たくさんのおもちゃとの出会いが待ってる。なんか一見普通に楽しそうな家ですね、でも。さすがトイハウス。次の日シリーズはね、なんかひたすら左に行くだけというか、右から引く、この子がひたすらこっちに行くだけっていう、まあ結構わかりやすいゲームでして。あれ真っ暗。でも多分僕この声でやるとこの後死ぬんでね。だってどっち進むの？あ、まさかのキーボードだった。ごめんなさい。結構こういう人形も怖いけどね。でもこの音と木漏れ日っていうんですかね、結構僕好きなんですけどね、普通に。おもちゃとの出会いが待っていると、お、あ、わあ、お人形がいっぱい。でもこういう普通に好きなんだけど、こういう家住みたくはねえけど、なんか美術館とかでさ、こういうところあるとちょっといいなと思わない？うん、わお、キュートか。わお、キュートか。このなんか足音もいい感じだしね。この話し方さ、すごい口を大げさに動かすからさ、なんかあの、なんて言うんでしたっけ、あれ、腹話術みたいなしてる感じになるっていう、誰にも伝わらない。まあそれはいいんですけど。あ、お外暗くなってきちゃった。いや、てかここお外なの、絵かと思ったんだけど、普通に。え、進まね。え、でも、お人形元みたいな。このさ、照明良くない？うちこういう照明欲しいんだよね。くれんかな。わあ、なんかでもこの馬とかよく見るわ。うん、え、行く、行く馬。え、反応してしまった。え、いや、モロ本でしょ。結構リアルなの、リアルなんだけど。マジかよ。あ、こう、扉の奥へ来てごらん。どこだよ、扉。あ、これか。なんか急にテイスト変わってない？なんかこの扉だけ。わかるかな？言いたいことが。え？あれだね。あの、蛇の声みたいな、ハリーポッターの。あ、帰るんだ。なんかに気づいたのかな？でも、あげ。もう二度と行かないとかね、俺だった。え、終わったんだけど。え、次の日。え、こんなテイストだったっけ、今まで。今までこんな感じだね。なんか急に結構可愛いというか、ポップというか、なんか変わったか。若干背後がボロくなったぐらいか。次の日になるとね、まあ、次の日、聞こえてしまった。次の日シリーズは基本的に次の日になるとね、なんかちょっと変化が訪れるんで、その辺もね、楽しんでいただけたらなと、多分作者さんは思っているはず。あの扉の奥にもっとあるのかな。あ、もう急に戻っちゃったよ。まあ、あの声ダメだ。喋れ。今日も来てくれたんだね。優勝、あ、やっぱ、なんで今回英語テイストなんだろう。やっぱおもちゃの国だからなのかな。雰囲気提供なのかな。
今まで結構なんか電車とかさ、なんか路地とかが多かったのに、なんかすげえ背後、おっと、背後にも気を使うというか、いい感じ。外国のお家なのかな、やっぱり。日本でこういうとこあんまないよね。なんか古時計みたいなとかさ。あ、やっぱでも外だったんだ。今日なんか外に見えるな。なんか若干、ここのさ、若干この子がさ、ちょっと暗くなってない？気のせい。熊田さんは今日も元気で。え、待って、ここにあったのなくなってる。やだ。どんどんなくなって、もしかして最後には。え、待って、昨日こいつこいつ見てなかったよね。僕たちも君が大好きだってことは、だから人形が喋ってるってことなのかな。たくさんのお友達が待ってるよ。ガッチャ。あ、ちょっと手出てきた。え、てか人形やん。うわ、俺この声結構怖いな。さあ入っておいで。え、待って、てかさ、見て。ここの目、ちょっとこっち向いてんだけど。あっ、たたたたた。ほら、見て、ここ、これ。え、てかそんな落ち方すんの？使い捨てカメラ？カメラじゃねえか、腕か。明日待ってるよ。もう俺ならもう行かないけどね。うん、俺はもう行かないかな。雨だ。今日の天気は雨のち雨。お散歩の際は傘をお持ちください。次の日。うわ、二人増えとる。若干可愛く見えてきたようなこいつらも、なんか、雨宿りしに来たの。あ、雨降ってきちゃった。え、なんだろう、雷もボーボーよ。この段階だとちょっと暗いから怖いんだけど、目光ってる。暗いんだけどさ、こう明るくなるとちょっといい感じの雰囲気になっちゃうんだよね、結局。え、なんか音変わった？お店の人？あの奥にいるのかな。お家に連絡しなくちゃ。めちゃ濡れてるな、服と髪と。これは涙なのかもしれませんね。風邪をひいたら大変だ。あれ、この人形赤かったっけ昨日。あれ、なんか見てたの？なんか動いたな。顔、そんな顔しないでほしい。あ、これも妖精上がるんでしょ。ほら、ボンボンで、ボンボン。うわ、待て、手上がってる。あれ、人形1個し、あ、双葉2つなくなってるよ。落ちてきた、しかも。でも寝てる、こいつに関してはもう息してね、普通に。息してるじゃん、お前。てか、息聞こえるんだけど、普通に。Let's take courage。 待って、めっちゃ全開なんだけど。え？全開だよ。昨日までちょっとしか開けてこなかったのに、急にコミュ障解、こう解放みたいなね。解放だぜみたいな感じで。ごめんなさい。入っていいの？入っちゃうの？入っちゃうの今日は。入っちゃうんだ。入ります。あ、入んない。あ、俺の操作ミスか。果たしてこの先どうなるのか。なんかクジラの喉みたいじゃない？なんか胃の中に向かってますみたいな。あ、ウェルカム。まだ扉あんの？何だったの、扉の向こうの扉って。あ、扉じゃねえか。ごめんなさい、僕のミスです、すいませんでした。え、外やん、普通に。遊園地なんだけど、フクロウとクマが乗ってる。てんてんてん。遊園地だー、わーい。いや、あの家の中にこれあったとしたら俺結構びっくりなんだけど、普通に。みんな君を待ってたんだよ。なんか昔さ、クレヨンしんちゃんでこういうのあったよね、なんか夢の世界みたいな。一緒に遊ぼう。え、なんかこういう最近よくなんか見るんだけど、ツイッターで。
なんかいるよね。なんか最近人形風女子みたいな流行ってんのかな。なんかよく見るんだけど、ああいう感じのなんかドレス着ててちょっとなんかすごい感じの人。うん。また扉？違うか。これ何なんだろうね。いや気になるんだよね。すごい。果たしていつ私は鏡に映らなくなるのか。そんなことないか。うふふ、楽しいな。怖い怖い怖い。なんかトランプの情報的な。怖え。くねえかまだ。どうですか皆さん、この段階では結構普通ですか。何やってんだろうなって感じ。てかなんで紫の雨降ってんの。お芋ですか。うん、次の日。でもこの子も、あ、なんか増えてる。この子も若干人形感あるんだよな。最終落ちどうなんだろうね。これ今考えちゃダメか。でもゲームを楽しもう。なんかちっちゃくなってね。ちっちゃくなっちゃった。はい、大きくなっちゃった。お家に帰らなくて。じゃあ出ようぜマジで。なんで当たり前のようにここにいるんだよお前は。怖い怖い怖い。誘拐された説もしかして。え、待って、昨日とちょっと雰囲気違う。ピンクだからいいけど、僕のカラーですね。僕の家ってことですねこれは。じゃあ、あ、お人形がいっぱい。いやてかもうここまで来たら知ってるでしょ。うん、こんな毎日のように来てて、わあ、お人形がいっぱいなんて毎日に思ってらんないよ。なんか心なしかみんな見ている気がするんだけど、怖くね？なんか心なしかみんなに見られてる気がするんだけど、心なしですか？ポッポー。ああ、それも鳴るの？ポッポー。やばい、結構怖くなった。あー、待って、なんでな、なんで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 宙に待ってんの。僕らバカになって宙を待って。落ちてきた。あ、遊園地には外。え、てか悪魔いなかった。死神か。あのよく見る死神の鎌が見えたぞ俺に。死ぬのか俺は。マジでここだけがいつも癒しだわマジで。落ち着くもんこのお面見ると俺。うん、パパやママが心配するよ。え、待って、なんか人形ひっくり返ってんだけど。しかも帰らなくているのかい。もっと遊びたいな。あやピンクだったのにな。そんなピンク、そんなにピンクに根に持ってないけどな、ぶっちゃけ。俺昨日ウェルカムまで見えてたよね。ウェしかないんだけど。ウェ。今日もいっぱいあるもん。今日もいっぱいっていう、え、なんか奥の子がっかりしてね。今日もいっぱいっていうか昨日歩いてただけだからな普通に。え、なんか向こうとこっち、え、でも映ってないんだけど普通に。あ、映ってるけどなんかちょっと違うな。あー、なんかついてきてるんだけど普通に。ずっとここにいていいんだよ。人形も不敵味な笑みを笑わせてますね。首ねえし。あ、こういうゲームあるよね。なんか一部でさ、こうなんていうの、首合わせた瞬間ストップみたいな。ねえか、こんなグロいのね。頭のバランスおかしに、とおい、二頭身青鬼みたいだな。あの黄色い人形何なんだろうね。実はお母さんでしたみたいなオチじゃないよね。普通にがっかりしてるんだよね向こう。楽しくなさそうだもん。このシーン良くない。この瞬間の絵結構好きなんだけど。ずっとここにいたいな。やっぱ僕らバカになってきてるよ。
なんだろう、ホラーゲームだけどちょっとさ、不思議なホラーだからさ、俺のテイスティング的にポップになっちゃうの。音程が下がってる。つくのい。なんでアップになんの？なんでアップになんの？もう人形いないし、もうがっかりしてるし、外赤いし、どういう状況？うわ、なんかいる。なんでそんな元気ないの？入った瞬間、わお、人形いっぱいでしょ、どうせまた。あ、操られてる。運命の赤い糸で操られてる。ああ。これどっちの声だ？これどっちの声なんだ、一体。ついてくんの？ついてくんの？ついてくんの？帰らなくていいのかい？帰りましたいですね、僕は。なんかたまる。ついてくんのね。ちょっと鳥肌立ってきた。こんな感じでやってますけど、結構僕怖いの苦手なんですよ。ここでみんなと遊んでいたいよ。やばい、運命の赤い糸が導いてくる。なんかいる。いや、なんかいるってか、人形になっちゃった。てか浮いてる。ずっとここで暮らすのかい？そうか。やがまるぞ。あれですか。それなら扉の奥に来たらいい。扉の奥ってさっきの言う。もう開いてるし。何の音だよそれ。怖がり方がマジでキショいな俺。多分あれだな、多分なんかいい感じのこと、多分お化け屋敷とか、お化け屋敷行ったとしても、あ、この子頼りになる、あ、違う、あ、この人頼りになるとは絶対思ってもらえないタイプナンバーワンかもしれん。絶対そういう声できてもお化け屋敷に行くのだけはやめとくわ。あ、俺の方がおかしい説ある？もしかして向こうの子でも釣られてないんだよな。やばい、空がマジで悪魔降臨みたいになってるんだけど。ウェルカム。どうせ関係する人は世界。そんなこと言ってないか、ごめんなさい。勝手にね、セリフを改ざんする癖があるんですよね。ここにはいっぱい友達がいる。おにゃおにゃ。あ、でも赤い、あ、待って、なんか人形になってる。助けて。人形になってるというか、腕が人形になってるというか。やばい。口元もなんか線入ってる。目がいってるよ。目がいってるって、切るって書いてある。殺される。もう殺す殺さないだらしじゃない気もするけど、闇落ちそう。やばい、闇落ちする。やばい、闇落ちした。あれ、そこまでいかないの？わ
は。私ずっとここにいたいな。やばい。おもちゃと一緒に遊ぶの。とっても素敵な場所よ。やばい、血が出てくる。もう帰らなきゃいやん。そこにアップ行くんだ。なに真珠ですか。え、扉青だったの。え、そこの方が驚きなんだけど、俺結構。え、これエンディング、エンディングか。あ、エンディングだ、スタッフロールだもん。相変わらずだけど、謎が深いな。最近謎が深いゲームばっかやってる気がするな、俺。ゲームマガジン。いや、マジでな。何だったんだろうね。なんで警察が外探してたんだろうね。なんで外赤かったんだろうねっていう。なんかそういうの気になっちゃうんだよね。どうでしたか、皆さん。全然怖くなかったでしょ。俺がやると大体こんなもんなんですよ、ホラーゲームは。よかったらね、コメント欄にこういうゲームやってほしいよとかあったら書いててくれたらなと思います。やるかわかんないけど、ここ大事だからね。やるかわかんないけど気になってるかもしれないから書いててくれたらありがたいかなと思うんですよ。だったらこの動画を見て、こここうじゃねとか考察があった人はもう一緒に書いていってください。ってことでね、まあよかったらチャンネル登録、高評価、通知のフォローの、通知サポート、通知バナバ、Twitter のフォローのよろしくお願いします。よろしくお願いします。よかったらじゃあまた来てください。バイバイ。かわいい。だから最初に座ってた子もその前に入っちゃった子って子なのかな。分からんけど。亡くなった。そりゃあるわね。I'm fear